ビクトリア十字章、ビクトリア十字章、ビクトリア十字使用、ビクトリアクロスは、イギリス及び、英連邦王国構成国の軍人に対し授与される、最高の先行章。敵前での勇敢な行為を対象とした検証における、第一レベルの賞とされるクロス章であり、受賞者は、VC のポストノミナルレターズを使用することが許される。 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国及び、ほとんどの英連邦王国構成国においては、ポストノミナルレターズの記載順位や、廃用序列が、すべての勲章、気象の最上位に位置づけられている。イギリスの勲章は、オーダー、オーダーとデコレーション、デコレーションに分けられ、デコレーションには、クロス、クロス、メダル、メダル及びデコレーションの種類があるが、受賞者によって、 騎士団が形成され、訓意が与えられるのは、オーダーだけであり、ビクトリア十字章を含むクロスやメダル、あるいは章の名称に、デコレーションが付く章は、功績や栄誉に対して与えられる、功労章あるいは騎章である。そして、クロス章は、勲章とは言えないとする見方もあるので、本校では、ビクトリア十字章とするが、それらも広い意味での勲章ではあり、日本では、 ビクトリア十字勲章あるいはビクトリアクロス勲章と表記されることも多い。ビクトリア十字章は1856年1月29日、クリミア戦争において、先行を挙げた軍人に対し初めて授与された。初期のビクトリア十字章はすべて、セバストポリ包囲戦において、ロシア軍から捕獲した中世の聖度法から鋳造されている。第一次世界大戦中からは、 ギワダンの乱において中国軍から捕獲した大砲も原材料として用いられるようになった。これらの大砲の方針はウーリッチのロイヤルアーティルーリーバリックスに置かれている。大砲の残りメダルの鋳造に用いられる部分は現在358トロイオンスだけが残っておりダニントンの15レジャミントロイヤルロジスティック港で保管されているが ここからは80から85のメダルの鋳造が可能で、あると見積もられている。メダルの製造は、ビクトリア十字章が制定された時から、ロンドンのハンコックスが行っている。ビクトリア十字章授与の告知は、伝統に従いロンドンガゼットで行われる。メダルは幅 35mm の十字型で、王冠に、ライオンの像がかたどられ、フォーバラー。 勇気に対しての文字が刻まれている。付属する、軍符、リボンを含めた重量は2 7ムほどである。同一人が再度受賞する場合は、リボンにつける飾り板のみが授与され、略樹に描かれる、ビクトリア十字が増える。敵前において、勇気を見せた軍人に対してのみ授与される。また、勇気の基準が厳しく、世界各国において制定されている。 先行賞の中で最も受賞が困難な勲章であると言われている。クロス賞は一般的にはオーダーより下位に位置するが、ビクトリア十字章の廃用位置やポストノミナルレターズを列記する際の順番はあらゆる勲章、希章の上位とされている。このような特別な扱いのクロス賞には他にジョージ・クロスがあり、ビクトリア十字章と最高位のオーダーである。 ガーター勲章の間に位置する。ジョージ・クロスは、ビクトリア十字章に匹敵する勇気を、敵前以外の場所で見せた場合に与えられる。この二つの十字章は、受賞者の団体を共有しており、名称を、としている。オーストラリア、カナダ、ニュージーランド等の英連邦王国に属する国では、イギリス本国の勲章の一部について、自国の勲章を代わりに制定しているが、 最高の選考賞は、ビクトリア十字賞あるいはその国のビクトリア十字賞であるとしている。1993年に制定されたカナダビクトリア十字賞は、ラテン語の代わりに英語の文字が刻まれている。5年8月現在受賞者はいない。1856年から合計1355のビクトリア十字賞が授与されている。当初は、 イギリス本土出身の生存者のみに授与されていたが、20世紀初頭には死後にも授与されるようになり、その対象もイギリス軍指揮下にあるすべての軍人となった。1914年、インド人兵士に対して植民地出身者として初めて授与された。一日あたり最も多くの受賞者を出した戦闘は1857年11月16日。 第一次インド独立戦争、セポイの乱におけるラクナウ、ラクナウ包囲戦である。この日の選考に対し24のビクトリア十字章が送られている。一度の戦闘において最も多くの受章者を出したのは、ズールー戦争における、ロークスドリフトの防衛戦、1879年1月22日で、この戦闘では11個のビクトリア十字章が授与された。 また、ボーイスカウト運動の創始者、ロバート・ベーデン・パウエル日も、ボーア戦争におけるマフェキングの包囲戦での功績に、対して、これをられている。第一次世界大戦においては、最終的に633名に授与された。そのうち187名は、死後の授与である。一例として、ウォルター・リッチーの名を挙げる。彼は、ソングの戦いの初日、部隊の仲間と共に、 ドイツ軍の残豪に突入し、ドイツ軍の反撃にさらされ、仲間が全員死んだ後も、突撃せよ、と叫び続け、指揮を鼓舞した功績による。第二次世界大戦において、フリッパー作戦で戦死したジェフリー・キースに、追伸される。第二次世界大戦以後に、ビクトリア十字章を受章したのは12名のみである。4名は、 朝鮮戦争で1名は1965年のマレーシアとインドネシアの紛争で4名がベトナム戦争で2名がフォークランド紛争における戦功により受賞した。イラク戦争においては2004年5月に武装勢力の待ち伏せ攻撃中に2度にわたり同僚を軍用車両の中から救助したクレナダ出身のジョンソン・ベ・ハリーに対して授与されている。 生存しているものに対して、ビクトリア十字章が授与されたのは1969年以来のことである。これまでにビクトリア十字章を二度受賞したのは、イギリスの軍医であるノエル・シーボス、アーサー・マーチン・レイク、ニュージーランド出身のチャールズ・アパムの3名のみである。第二次世界大戦において、例外的にアメリカ軍の無名兵士に対して授与された。 これへの返答として、名誉勲章がイギリスの無名兵士に対して送られている。日本に関連したところでは、下関戦争における選考から、以下の2名のイギリス人と1名のアメリカ人に授与されている。このほか、第二次世界大戦中の1945年8月9日に、女川湾での戦闘で最後のカナダ人戦死者となった海軍パイロット、 第2にも送られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。